ふ。ねえ、あれ見て、あそこのビジョンに映ってるの、前に小羽が見せてくれたやつじゃない？あ、本当だ。メイコさんのライブシーンも配信されたのかも。いいわね。赤い服っていうのもいいよね。かっこいい大人の女の人が着る衣装って感じで。うん、ああいうレザーっぽい服は私着たことないな。私は持ってなくはないけど、着こなすにはちょっとハードルが高そうだな。ずっと見てられちゃうね。だね。うん、あと10年くらいしたら私たちもああいう感じに慣れてるのかな。え、あんちゃんは慣れてるかもしれないけど、私はちょっと。え、まだわかんないじゃん。意外と慣れてるかもよ。そうかな。でも私どっちかというとああいう感じのお姉さんが欲しかったかな。お姉さんか。うん、いいね。かっこよくて頼れるお姉さん。毎朝起こしに来てくれそうだし。え、起こしに？そう、例えばほら、いつまで寝てるの？もう朝よ、みたいな。で、顔洗ってリビングに行くと、もう朝ごはんができてるの。それで、しっかり食べて、今日も一日頑張ってね、なんて言ってくれるとか。意外と甘えたがりなんだね。え、違うよ。メイコさんならそうしてくれそうっていうか。ほら、頼れそうだし包容力ありそうっていうか。それにうちのお母さん料理があんまり得意じゃなくて、父さんも店の仕込みがあるから店に行っちゃうし、誰かが作ってくれたらいいなって。小羽、そら、決めなくちゃいけないことがたくさんあったものね。お、信号赤になっちゃいましたね。そうね。でも今日は別に用事もないから。あ、ねえ、あれ見て。あ、本当だ。メイコさんのライブシーンも配信されたのかも。お、
なんだかみんなあの大きなテレビを見てるわね。あれ、バーチャルシンガーのイベントの動画ですね。私のクラスでもちょっと話題になってましたよ。期間限定で今しか見れないって。そういえばこの前しーちゃんがめぐりねるかさんが映ってる動画を見ていた気がするけど、多分同じイベントのだと思います。参加したバーチャルシンガーごとにダイジェストでまとめられてるみたいですし。私どっちかというとああいう感じのお姉さんが欲しかったかな。うん、いいね。かっこよくて頼れるお姉さん。毎朝起こしに来てくれそうだし。頼れるお姉さん。今歌ってるのはメイコさんよね。あ、そうですね。凛としていてかっこよくて素敵ね。あんちゃん意外と甘えたがりなんだね。違うよ、メイコさんならそうしてくれそうっていうか。頼れそうだし包容力ありそうっていうか。よし、綺麗で何をするにも迷いがなさそう。それにバーチャルシンガーだけどすごく自分に自信を持ってるっていう感じがするわ。あんなお姉さんだったらしーちゃんももっと甘えてくれるのかしら。それはわからないですけど。しほちゃんに甘えてほしいんですか？もちろんよ。甘えてきてくれたらどれだけでもギュッてしてあげるのに。一日首長さんみたいに一日メイコさんになれないかしら。それで頼れるお姉ちゃんになれたらしーちゃんもきっと。しーちゃんだけじゃなくてほなみちゃんも甘えてもらっていいのよ。ありがとうございます、お姉さん。ありがとう。